新海地の事件は松本清張の短編小説。オール読み物1969年2月号に掲載され、1970年2月に短編集、照明収録の一作として文芸春秋から刊行された。1983年にテレビドラマ化されている。東京西部の北多摩郡、農地が開発されベッドタウン化しつつある地域に長野直司の家があった。 直おは、妻の久、娘の富子と三人で暮らしていたが、ある時、九州から下田忠夫という、ごつごつした風貌の男が来て、曲がり人として、直おの家に入ることになった。忠夫は、菓子職人の見習いとして、文化人の多く通う、中央線、沿線の有名菓子屋に通った。やがて職人となった忠夫は、富子と結婚することになり、長野家の養子に入った。だが、 こうした経緯の中に、すでに、犯罪の因子は敗退していた。忠だは、直次の援助もあり、新宿の近くに、洋菓子店を開業、店は繁盛した。一年後、直次は、卒中で倒れ体が不自由になり、その二年目、直次は、庭先で転倒し頭を打ったことが原因で死んだ。久の実の振り方が問題となったが、土地を売って、忠だの店に同居するよう提案されるも、 久は眼鏡に拒否した。長野家に流れる一種苛立たしい空気。そうした状況の中、久の考察死体が発見された。タダの不審な行動に着目した警察は、行方不明となったタダを全国に指名手配、2週間後に逮捕されたタダは、警察の推定した通りに犯行を自供する。しかし、その供述に、検事は疑問を抱いた。 松本清張の知られざる動機。1983年9月6日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は国手放映。視聴率21.6%。この記事は以下のカテゴリでも参照できます知られざる動機に関するカテゴリ。ありがとうございます。